夕日大使大会満員と年内100万人を一緒に目指したいなというふうに思っています。やばっ、うまっ、バンバンバン、おー、バンバン、よろしくお願いします。おー、すごい、ゲロ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 、詳しくないんですけど、私もなんか広めたいっていう気持ちが。それでは次のグループの方お願いします。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 岡島さん、はい、小学校の時サッカークラブでゴールキーパーしました。すごいね。っていうのはどのぐらいの感じなんですか。好きな男の子がいて、うん、もう追っかけて。サッカークラブに入って、うんうん、でも走るのすっごい嫌いだったんで、うん、ゴールキーパーやるって言って、うん、ああ、うん、キーパー知らん、そう、ずっと突っ立ってました。突っ立ってた、はい、え、ボールはちょっとは蹴れるんですか。ちょっとは蹴れるんですよ。受け止める方が多分得意です。将来の夢みたいな、うん、で、ある資格を取っていて、それが教員免許なんですけど、僕もこう見えて教員免許持ってるんですよ、中高の。で、僕めちゃくちゃ子供好きで、で、しかも明日 LAC の視聴者って子供めちゃくちゃ多いんですよ、うん、だからめちゃくちゃいいと思います。いいね。はい、優しくさせられてる。あはぁ、まだいい人認定されちゃった。え、そんな良くないやん。そんな良くない。将来の夢はないです。ない、はい、将来の夢はなくて、今が楽しければいいっていう、結構そういう考えなんですよ、うんうんうん、将来ってどうなるか実際わからないし、うん、今何かに打ち込めてたら、うん、それはすごくいいことだなって思うので、うん、何か後悔したくない、うん、もう過去を振り返った時に後悔したくない人生であればそれでいいかなって。なるほど、なるほど、リーダー気質だなと思うか、支えるタイプだなと思うか、どっちですか。どっちもです。おお、どっちも。やりたい方はどっちなんですか。どっちかと言われる。わかんない、本当にどっちもやりたいんですよ。ああ、なるほど。自分がガッて引っ張っていきたいタイプなのか、タイプなのか、仲間組織としてガッて。あ、組織。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。組織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 。人生の明るさだって。うん。僕ら YouTuber って編集を自分たちで結構するんですよ。なんか編集、動画の編集をすることとかに抵抗とかってあったりします？いや、自分はやっぱりキャップカットですか、今は編集できないんですけど、最近はファイナルカットとかをちょっとだけ触るようにしてて、うん、動画編集自体がめちゃくちゃ大好きなんですよ。何かにそういう集中するのめっちゃ好きで、よく自分でも動画作ってあげたりとかして、動画編集は大好きです。私はそのリラックスするために結構画像とかは自分で作ったり、はい、してるので。ちなみにそのデザインのできたやつとかって今見せてもらうことができる。すみません。あ、え、これ自分で作るんですか。私です。すごいね、すごい。ちなみにあやめさん、バモスバモスバモスっていう、僕結構やってるんですけど。してます。今ここでやったりとか。もちろん。お、できます。お、すごい。いきます。バモスバモスバモス。ちょっと待って、見たことないバモスだったからちょっと笑っちゃったけど。いや、もうめちゃくちゃいいです。やめろ。歌聞きたいな。歌、今まで出したやつとかってあるの。つなぎで俺のジュピター歌う。ジュピター。ジュピター。え、いや、日本一音痴やん。エビデーカリツツ。笑いすぎちゃうか。じゃあ岡島さんは編集とかはやってるんですか。私、3年前に自分の YouTube 一回やったことがあって、うん、その時に編集自分でやってました。あ、行きますか。行きますか。聞きたい。どうする。エビデーめっちゃ悪いやん。もうすごい透き通ってる。ないね。いいもの持ってるな、これ。
ほんま？透き通った声だな。うん、ありがとうございます。すごいね、すごいね。お疲れ様でした。めっちゃ楽しかったです。反省点、反省点ない全力を出し切りました。ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。バイバーイ。じゃあ次のグループの方お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。秋澤さんからお願いいたします。秋澤瑞希です。私は普段役者の活動をしていて、今芸能で10年目ぐらいになるんですけど、普段役者のオーディションとかはすごく自信満々で楽しみなんですけど、毎回今回は全く自信がなくて本当にどうしよう、何がアピールできるんだろうっていうのですごく緊張してます。秋澤瑞希です。25歳です。去年は J リーグの湘南ベルマーレというチームのベルマーレクイーンという活動を1年間していて、すごい楽しくてスポーツっていいなって思って、私は普段直感をすごく大事にしていて、もうなんか直感でもう足澤 FC さんについていきたいなって心から思ったので応募しました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあカンさんお願いします。カンサンジです。東京で生まれた韓国人です。お仕事はまあ、アパレルしています。ヒャンジュと申します。今年25歳で、家族が、サッカー一家っていうことで、もうサッカーだけしか私知らないので、もうサッカーに尽くしたいなっていう思いがあります。じゃあ、すーげー、北野さん、はい、お願いします。北野まなみです。24歳で大阪府出身で、22年間大阪で生まれ育ったのでバリバリの関西人です。お願いします。よろしくお願いします。緊張1割、楽しみ9割ぐらいで、めちゃくちゃこういうの好きなんでワクワクしてます。北野まなみです。24歳で大阪府出身です。大学でチアをしてたので、はい、ちょっと1曲というか、踊りたいなと思って。バモスって大丈夫。お、全然大丈夫です。バモス、嬉しい。振りを作ってきたので。え、マジっす。すごいね。マジっすか。嬉しい。こんにちは。皆さん、新しいの勝利を祈って。よし、よし。表現することだったり、人前に出て発信することっていうのと、スポーツがすごく好きだったこと、その好きなもの2つから得たものっていうのを発揮できる場があったらなって思ってたので、それがここだったら嬉しいなと思って応募させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。秋澤瑞希さんとコトさん、はい、役はじゃあできる感じなんですかね、芝居とかは。今2人で設定したらちょっとできるんですか、即興で。おー面白いね。おー面白い。例えば、親友なんですけど、瑞希さんが、上京しちゃうっていう、でそこでもう離れ離れになっちゃうんで、どういう感じ。田舎からね。そう田舎から。じゃあいきます。よーい、カット。え、ちょっと待ってください。俺言おうか迷ったんですけど、ずっとなんか生きって映画撮るじゃないですか。
みたいにやんのやめてもらっていいですか。監督監督ずっと生きてたんですよ。見たいってことですか。まあでもすごいそれ見たいんで。じゃあちょっと僕のカットからいきます。用意カット。ことちゃんに言ってなかったことがあって、いやもう全数分かってる感なんか私フットサルが昔から大好きで、それはずっと知ってるじゃない、ことちゃんも、なんかすごい内緒にしてて申し訳ないんだけど、あの足ざらよしっていう YouTuber のオーディションを受けて歌ったから東京に上京することになった。オーディションを受けてるのは知ってた。え、なんで、なんでいつから。それわかるよでも受かったんだね。うん、あの有名な人たちだよね。もうずっと夢だったからすごい嬉しくて、目標があって、YouTube で登録者数を100万人目標にしてて、今50万人ぐらいなんだけど、それ達成したらまた戻ってくるね。絶対できるよ、そんなの。ありがとう。できるからできる。頑張るね。すごいね。ありがとう。嬉しい。嬉しい。頑張ってね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと泣きそうだもんね。いや素晴らしい。しかも足立 MC のエピソード入れてくれたから。打ち合わせなしだ。いやそうすごいですね。なんかこう将来の夢みたいなってあったりするんですか。小学校5年生ぐらいの時に、私ってリレーの選手にもなれないし、なんか特別可愛くもないし、テストの点もまあまあだしみたいな、なんか何の取り柄もないみたいな。その時にお母さんに、あ、じゃあ勉強裏切らないから勉強頑張ってみればっていう、多分そこで初めて何か一個努力したんですよ。自信がやっとついた時に、あ、自分に自信があって自分のこと好きでいれるのってめっちゃ大事だなっていうか、幸せだなってその時初めて思えて、でそこから勉強以外も自分磨きすることを始めて、人前に出る仕事とか人に対して元気を与えれることとかをするのが好きになって、今モデルとタレントをさせていただいてるんですけど、まだそんなに影響力はないので、もっとこれを力をつけれたら、もっとやっぱ自分の夢に近づくんじゃないかなと思ってるので、それを実現させること、続けていくことが私の夢です。いいですね。すみません。いや、めちゃめちゃいいです。ですけど、素晴らしい、いや、めちゃくちゃいいですね。いや、自分も結構ね、僕自身も中学校上がってサッカークラブに入ったんですけど、もうチームの中で一番最低評価で、ずっと虐げられてきた人生だったんですよ。で高校に上がってフットサルに出会って、でそこでフットサルの楽しさ知って、で結構評価もしてもらえて、フットサルに出会って自分の人生が変わったと。だけどプロになった時に全然お客さんがいなくて、それがすごい悔しくて、自分がめちゃくちゃ人生変えてもらったのにお客さんいなくて誰にも見られたみたいな、それがめちゃくちゃ悔しくて、で僕自身もこのフットサル界絶対変えたい、このまま終わってしまっていいのか、だからアスタルをし始めたんです。だからなんかそういうその気持ちっていうのは僕めちゃくちゃ共感しますし、なんかその思いっていうのはすごいこう大事だなと思うんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ北野さんに、なんかあだ名とかってつけれますか。あだ名、はい、そんな無茶ぶり。全然何でもいいんですけど。はい、流行ってない方の塩顔。えおもろ、え、おもろ、え、お、え、え、おもろ、おもろより傷つく。え、おもろ。秋沢さん、芝居をやってることによって足猿 FC に何かもたらせるものとかってあったりしますか。私のファンの人とかは少ないんですけど、結構もうちょっと年上の方だったりとか、男の男性だったりとか、あと、まあ、女の子の子とかもいるので、まだ今少ないですけど、そういうもう世界中のいろんな人にも限定せず、いろんなところで知ってもらいたいっていうので、そういう部分では何か協力できることはあるんじゃないかなと思います。うん、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しくて、本当になんかこんな楽しいオーディションでいいのかみたいな感じで終始笑ってましたね。星空 FC にもし合格したら、もちろん一緒にもうね、ノブさんを筆頭に一緒に戦っていきたいっていう気持ちがすごくあるので、そこは頑張りたいと思います。バイバーイ。
じゃあ次のグループの方どうぞ。ラスト。おお、すごい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 。井上里穂さんから。井上里穂です。21歳です。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してます。何を喋ったらいいか分かんないですし、今もめっちゃ震えてます。ちょっとね、あの井上さん、はい、自己紹介ギャグできます？マジで？楽しみやな。できます。できます。じゃあそれも込みでお願いします。はい、立って、はい、あ、立ってお願いします。はい、どうも、目の上、鼻の上、胃の上です。食堂です。おー、体育の時はいつも体育着インスタイル井上です。おー、このスタイル井上じゃなくてね。なるほどね。つかみ持ってるんや。すごい。まだまだ、アホかよって言ってください。アホかよ。いや、リホだわ。井上リホです。よろしくお願いします。協力体制が必要なんや。もう持ってんだね。ネタがね、ちょっと忘れてる。高校生の時にサッカー部のマネージャーをやっていました。おお、はい、サッカーが大好きです。フットサルは正直わかりません。なるほど。なので自分のようなサッカーは好きだけどフットサルは好きじゃない人を気になるようにしたいです。うん、お願いします。お願いします。アホかよ。リホだ。おお、早いな。アホだね。そうです。じゃあ若林さん、はい、お願いします。春香さん、お願いします。行こう。こんにちは、東京都出身の若林春香です。普段はフリーランスでモデルをやっています。今日はバルセロナのユニフォームで来たんですけど、合格したらピンクのユニフォームをいただけるってことで、ちょっとあのイメージつくかなと思ってピンクにしました。自分らしさが出せるように頑張ります。お願いします。おはようございます。東京都出身28歳の若林春香です。普段はフリーランスでモデルの活動をしています。サッカー観戦に行くことが大好きです。サッカーはJリーグの川崎フロンターレがで、結構たくさん試合に行けるように頑張ってます。サッカー自分自身は4年間やってたので、結構ルールは比較的わかるんですけど、フットサルに関してはまだ知らないことがたくさんあってすごく興味があります。学生時代にあの健康診断で反復横跳びが結構早い方だったんで、それをしながら山手選手をいます。しながら素晴らしい。飛んでる時の手がちょっと気になったんですけど。癖っての癖ですよ。ありがとうございます。すごいアジリティがあった。じゃあくるみさんお願いします。お願いします。東京都在住のくるみです。よろしくお願いします。フットサルは正直全然知らなかったんですけど、足取りさんの動画からをきっかけに勉強するようになりました。今回のオーディションでマネージャーになれたらなと思ってます。よろしくお願いします。新潟県出身のくるみです。よろしくお願いします。お願いします。5歳からダンスを15年以上続けていて、特技は体の柔らかさです。新潟県のルビレックスのチアリーダーを、あ、そうなんですね。妹と一緒。自己 PR は柔軟なので、おー、行きます。うわー、すごい。なるほど。11段ですね、それは。彼の場合ボケがめちゃくちゃ硬いんです。奈々子さん、はい、お願いします。現在慶応義塾大学環境情報学部3年の石本奈々子です。私はカエルの研究だったり緑オタクだったり、カヌーのやつとかいろいろやってるんですけど、ちょっと緊張してて、ちょっとこの全部の個性を出そうというこの気持ちを絶対に忘れないように今ちょっと今少し緊張してます。緑、この個性をいかに発揮させるか、ちょっと頑張ります。ピロン、緑が大好きな石本奈々子です。おぉ、ケロン KOFC でグランプリを去年受賞させて。おぉ、私は、緑が好き
研究を現在この慶応義塾大学環境情報学部3年の慶応、はい、そう、はい、頭よくケロラボっていうカエルの研究ゼミがあるんですけど、そこで、はい、カエル の冬眠の研究をしております。冬眠するのよ、カエルって。高校生の時からカエルの研究をして、高2では全国大会でカエルの研究で入賞したことがあります。カエルの研究じゃあ僕一回カエルやるんで、ちょっと怪しまっていいですか。よーい、スタート。ゲロ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 貯金、貯金、切られちゃったバカ。まあ、カエル化現象はカエル化にはなってた。カエル化、うん、なってた。カエル化、全員カエル化。学会の探偵部、カヌー部門に所属していて、特技があります。選手のご飯を作るんですけど、カエル入ってそうやな。カエル入ってんの。卵を最近は秒速で割れるようになりました。それで、今何個あったと思う？うん、多分7とかで。7？あのスピードで7？7。石本7個。7？ちょうどでも7回滑ってるから。7回？7回滑った。7回滑った。バモスバモスバモスってやつがあるんですよ。それって全力でなんか今ここでやりたいとか。バモス、バモス、ケロ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 バモス、すごいな。すごい、癖がすごいってメモしてる。くるみさんはダンス部全国大会3年連続受賞。すごいね。例えばバモス流して俺とダンスで戦っても勝てるってこと？やってみます。ああ、いけるんや。ちょっとやるバモス。あ、一応ダンスどんぐらいやってたんでしょう。7年とか。7ちゃうんかみたいな。何やねん。嘘つくんやめましょう。まあダンスやってないですけど、まあ聴いてるね。確かにこの曲を聴いてる回数は聴き尽くしてるよね。そう、何回聴いたのか。7。7回7少ないな。じゃあ行きましょう。はい、よーい。何で笑ってる。ちょっと俺ら本気でやるのに笑うのやめて。向き合うスタイルやね。ダンスバトルそうでしょ。じゃあ行きますね。うわ、すごい。どうなし。仕方。この空気が苦しすぎて勝ったって言ってやめてもらって。いやいや、完全に勝ったでしょ。いや、すごかったよ、綺麗。すごい、言ってたよ。なんか手がすごかった。いや、これはもう、目の前真っ白で見えたの。あ、この後どうしようかを考えた。一振り一振りどうしようか。まあまあまあ、俺よりはダンスはうまいんじゃない。遠藤七子さん、なんでカエル好きなの？カエルが好きだから見えるんだ。おもろ。なんかおもろ。なんかおもろ。緑が好き、なんか動いてるものを研究したい、あ、カエルだ。キャラクターを作ってきてるのが本物なのか気になるけど。本物だと思うけど、うん、本当にカエルで研究したい。将来の夢とかって何なんですか？はまだ全然決まってないんですけど、今はやってることは冬眠のメカニズムの解明なんですけど、まあ、将来的には臓器提供の運搬の応用とか、まあ、もしカエルの道進まなかったら普通にマネージャーとしても貢献するっていうことがめちゃくちゃ好きなので。動画に出演して自分が有名になるとか。あ、とかもだからそれもあるので、ミスコンに出たりとか。なるほどね。ちゃんとグランプリを。すごいな。癖なんだよな。ずっと癖なんだ。入ってきてからずっと癖なんだ。将来の夢を聞きたくて。若林さん、アイドルとして有名になりたいっていう夢があったんですけど、やっぱアイドルって結構年齢がすごい壁になったりすることがあって、結構諦めかけてて、でもやっぱ自分の存在をたくさんの人に知ってもらいたいっていう夢があって、TikTok とか YouTube とかで自分の存在を広げようっていうのを今思っていたところで、それでこのオーディションを知って、
とフットサルは全然詳しくなかったんですけど、しだる FC さんの動画も見て、なんかすごいフットサルって面白いんだと思って、なんか泣きそうになっちゃうなんかそれはなんか一瞬なんか広げようとしてるところがすごいかっこいいっていうか、なんかもう全然フットサル詳しくないんですけど、私もなんか広めたいっていう気持ちが出て、だからフットサルをなんかたくさん知ってなんか広めたいなっていう気持ちになりました。なるほど、すいません、すぐられちゃうんですよ。いや、その気持ちが嬉しいっすよね。もし足猿 FC に入った時にこれしたいなとか、なんかそういうことがあったりしますか？で、なんか動画でそのやっぱフットサルだけやってたらフットサルのその界隈にしか伝わらなくて、周りに伝えるためにそのいろんなことをやっていきたいっていうことをおっしゃってて、それに貢献したいというか、やっぱなんか女の人がその動画とかに大事なのもわかるから、それでなんか自分がいることによって自分のキャラクターをいっぱい出して、いろんな人に愛されるキャラクターになって、その見てくれる、なんか頻繁に見てくれる人を増やしたいっていう気持ちがあって、なんか僕らこうフットサルを日本一のスポーツにするっていう部分で言うと、その熱量とかスキルっていうのは後からついてくるものだと思ってて、結局、僕たちが目指したいとこに対して同じ方向を向いていけるっていうことがすごい大事だなって感じてまして、で、そういう意味で言うと、こうフットサルを盛り上げる、サッカーじゃないんです、フットサルっていうスポーツを盛り上げるっていうことを日本一のスポーツに変えていきたいっていうところに対して本当に気持ちが乗れるのかどうかみたいな部分で言うと、自分の強みがどこで、その強みを何に対して活かせるのかみたいなところで言うと、どういうところですかね。何が強みかっていうのが、なんか分からないところがあって、で、その、ちょっとオーディションとかもあんまりちょっと自信がなくて受けてなかったんですけど、なんか個性は後からついてくるってことを動画で言ってて、それで、なんか後押しされてオーディション受けようと。まあ、僕が言うとも皆さんそうなんですけど、まずここの場に来てるだけでもう本当に強みだと思います。普通の人はやっぱり人前に出たりとか、どうやって動画されるっていうことに抵抗がある人ばっかなんで、だけど自分の人生を一歩でも進めたいとか変えたいっていうことはもうそれだけで才能だと思ってて、で、僕らに関してももう全然最初本当にね、無名時代がめちゃくちゃ長くてずっと悔しい思いして街歩いても誰にも声かけられないみたいな、でもやっと今街歩いたら声かけられなってきてみたいな、なんかその無名時代を知ってるからこそ、やっぱこの一歩踏み出すっていう、このコンフォートゾーンから一個出るっていうことがどれだけ大事なことかっていうのは僕たちはすごい分かってるつもりで、まあなんか今自分に強みがないっておっしゃってましたけど、もう全然そんなことなくて、その気持ちをまず持ててるっていうだけで本当にそれが強み、いや本当強みだと思う。だから全然悲観的になる必要もないし、なんか全然素晴らしいことだと思います。だからまあ偉そうに言えることでもないんですけど僕たちが、だけど、ここにね、この場に来てくれたことがそもそも嬉しいので、はい、すごい気持ちが分かりました。ありがとうございます。今は楽しいことしてない、なんか最近楽しいことをするのがダメみたいな、なんかやらなきゃいけないことをやらずに楽しいことだけやったらすごいわかるそれ、ところがあるんですけど、なんか自分はお仕事もまだ学生なんですけど、なんか自分が好きなことを仕事にしたいんですけど、それをなんか否定されることが最近多くて、なんでだろうって思いながら、でもいいじゃんってずっと思ってるんで、好きなことを仕事にしたいですね。俺らもそうなんですけど、なんか楽しいことをしてたりとかしてると周りがねめちゃくちゃ足引っ張るんですよね。なんかお前ら自分のためだけだろうとか、フットサル盛り上げるとか言ってるけど結局金のためだろうみたいな、めちゃくちゃ言われて、
全然そんなことなくて、でも実際でも僕思うんですけど、楽しいことしてるその裏にはめちゃくちゃしんどいことがある。だけど楽しいからこそ全部乗り越えられるんですよ。でプラス同じ方向を向いた仲間がいたら、それも乗り越えられると思ってくれる。だから今回こうさっきもちょっと何回も繰り返し言うように申し訳ないんですけど、やっぱりこう同じ方向を向いた仲間がいれば、こう今参加してくださっているんですけど、そういう人がやっぱ僕たちにとってね、来てほしいっていうのがあって、やっぱだからその熱い思いが好きっすね、僕らさんに向かった。だからその気持ちはすごい分かります。楽しいことをしてるけど批判されたりとか、足引っ張る人いるんですけど、うん、楽しいことやってて何が悪いんだみたいな、うん、だって俺たちも今人生一番楽しい、楽しい人生です。本当に2、30年ぐらい生きてるけど、やっぱ一番楽しいし、うん、これはかけがえのない人生というか、うん、そうなってるので、うん、そうっすね。ケロパワーを発揮できたと思っています。ケロはい、お疲れ様です。お疲れ様です。で今回、オーディションをやらせてもらったんですけど、視聴者の方にも、決めていただきたいと思っていて、こちらの動画の概要欄の方にですね、視聴者投票の応募フォームを設けてますので、そちらから、この人足田吉の女子メンバーに入ってほしいなっていう人を選択して、ぜひ、投票してください。代々木大使大館満員と年内100万人を一緒に目指したいなというふうに思っています。バンボスバンボスバンボス、ケルタンガッシェ俺バンボスバンボスバンボス。私もこういうふうに人に笑顔を届けられる人になりたいなと思って、私もなんか妄想してたんですけど、はい、妄想した。そうバンボスバンボス。おー、バンボス100万人突破一緒に繋いだいと思います。ぜひ叶えさせてください。バーバーバー登録者数を100万人目標にしてて、今50万人ぐらいなんですけど、僕たちは本当に本気で、まあ途中ね、いろんなふざけたりとかいろいろやったりとかしたんですけど、メンバーを入れるっていうことは、まあ、僕たちにとっても大きな出来事で、これから入る人にとっても大きな出来事だと思うんですね。だからこれは絶対中途半端にしないし、本気で向き合ってメンバー入れるので、視聴者の皆さんも本気で足立れし、これから100万人フットサル盛り上げていく、日本一のスポーツにする、ここに対して本気で力になってくれる、そういう人を、投票してください。はい、お願いします。ということで、女子メンバーオーディション編はここで終了したんですけども、はい、今回このオーディション、はい、まあいきなりこれだけ、うん、これだけのこの一つのオーディションで一人決めることは、うん、まあ難しいです、うん、なので、今回は何人か選ばせていただいて二次選考、はい、そしてその内容は一緒に撮影をします。これを最終選考、最終的にそれで選ばせていただきたいなと思ってますので、そちらの動画もぜひ楽しみにしてください、はい、そして動画の途中にも言ったんですけど、僕たちバモスに続いて2曲目をねリリースすることになりました。ありがとうございます、はい、でそちらの MV に最後出演するっていう形で発表と変えさせていただきたいと思います、はい、この曲自体もめちゃくちゃ熱い曲になってますし、僕たちの思いが本気で伝わった、そして、社会に届けたいメッセージが、詰まってますので、そちらの曲自体も楽しみにしていただいて、そして女子メンバーの発表誰になるかっていうところも注目していただけたらと思っております。ということで終わります。さよなら。今日もありがとう。みんなたくさんの投票待ってるよ。